大隅線は、かつて、鹿児島県総郡支部市町の支部市駅から同県、国武市の国武駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である。国鉄再建法の施行により、1984年6月に、第二次特定地方交通線に指定され、1987年3月14日に、全線廃止となった。当時の国武市と、 大隅半島の主要都市である、垂水市、鹿屋市、渋市市を結ぶ路線であった。廃止後は、大隅半島の大部分が、鉄道空白地帯となり、現在は、鹿児島市を擁する薩摩半島への鉄道でのアクセスが、悪い状況にある。渋市に向かうに従い本数が多くなり、県庁所在地の鹿児島方面への列車は少なかった。 これは、開通の遅れたフル港国武館では、すでに自動車を中心にした交通が確立しており、またたるみからフェリーで行くルートの方が近道で、あったからと言われている。廃止直前時点の運行形態は、以下の通り。大隅線の歴史は、1915年に機械 762mm の南隅警弁鉄道が、高須、鉱山間を開業したのに始まる。 同鉄道は翌年に社名を大隅鉄道に改め、1923年までにフルコーク白館が全通した。その後、日南線の一部とともに改正鉄道付設法別表第126号に規定する予定線に挙げられ、1935年に大隅鉄道は買収、国有化されて、期間 762mm のまま、 国有鉄道古江線となった。同年、国有鉄道が建設した国王島線が渋市から東区白まで開業。翌年には国王西線の串良駅に乗り入れた。国王西線は、買収後直ちに改め機工事に着手されたが、串良駅は1938年に国王西線の改め機が完成するまでの間、一種機関が並存する接続駅となった。 同年の改め機構時間制に伴い、スイッチバック構造であった加野屋駅は、移転の上直通可能な配線に改良され、停留場のいくつかが廃止、しぶし小山が、古港線と解消された。以降の延長は戦後となり、1961年に、海型まで、開通、1968年9月に赤字83線に、 挙げられつつも1972年に国部まで開業し全通。同時に鮮明を大隅線に改めた。前述の通り、鹿野近辺では自動車交通が、たるみでは南海優先がすでに発達している影響で列車本数が少なく開通当初より利用が低迷し、第二次特定地方交通線の基準を上回ることができなかった。 1984年に廃止承認後、1987年3月14日に全線廃止となり、バス路線へ転換された。なお、1972年における延長区間は、バス転換された特定地方交通線として、北海道の白らぬか1延長区間とわずか1日違いで、最後の開業となった。大隅線廃止後は、国鉄バスが、 代替線を運行するという異例の措置が取られたが、後に、鹿児島交通に引き継がれた。2006年になって、鹿児島交通グループが採算性が合わないことを、理由に、大隅地方におけるバス運行の撤退を表明した、ため、関係自治体と県を交えた、協議会が開催されることになった。接続路線の事業者名、駅の所在地は、大隅線廃置時点のもの。 全駅が、鹿児島県内に所在。線路跡は、ほとんどのところで道路化されたり言ほど、農道になっていて、数ある、廃線跡の中では、比較的尋ねやすい。道路化された部分でも、距離表や勾配表などがそのままになっている箇所も多い。トンネルの一部、橋梁の一部、ロンチアイラ間の一部、大隅高須小山のフィットネスパース、未完成部分などを除いて、 全線にわたって、ほぼたどることができる。大隅高須駅の鹿野屋方にあるトンネル、古港駅南方のトンネル、大隅六駅の国部方で、樽海市牛根地区の道の駅たる水北方付近のトンネルについては、フィットネスパースやサイクリングロードの一部として整備され利用されている。国道220号線の鹿野市小号地区から、 霧島市福山地区にかけての沿道の山手側に、山裾のやや高い位置に、路盤や橋梁、トンネルが、断続的に続いているのを見ることができる。1972年9月9日に開通した、海型温泉国武館は、日本鉄道建設工団の工事によるものであった。この工事の際、鉄道工団はこの区間を、国武線として、国武駅を起点と考え、 国部から海型温泉へ 1km ごとに距離表を設置した。しかし受け取る国鉄側からフル高線の延伸として開業するので、国部を起点とするのはおかしいとクレームをつけられたため、鉄道公団は設置した336本の距離表をすべて抜き去り、海型温泉駅の北側、渋市駅から 64.9km にあたる地点から、 サイド距離表を設置し直している。これに関連して、各トンネルの起点側の高校に取り付けられることになっている名板については、海型温泉を境に逆転しており、海型温泉国部間のトンネルの国部側に設置されている名板については移設されずそのままである。橋梁についても、起点側から第1、第2と続番が振られている橋梁名は、 海型温泉国武館ではやはり逆転しており、国武方から順に番号が振られているがトンネルの名番同様、そのまま損置された。ありがとうございます。